行ってきます。よし、今日も京都でゴミ拾い。何か掘り出し物を見つけるぞ。やばい、逃げろ。大丈夫なのか。逃げろ。一体どこの船なんだ。このステラードに対する敵対行為なのか。船の責任者はどいつだ。ここに出てこい。市民の平和を乱しおって。うわ、メリアンさん怒ってるな。これだけ派手に突っ込めばそりゃ大事になるよね。失礼ですが、お宅は？私はジェラール・ペリアン。この町で商会を営んでいる。そんなことも知らんのか。自分は秘書のリンカと申します。船の責任者の方でしょうか。でもない。責任者は町の取りまとめの方に報告に上がっておりまして。町の取りまとめだと。ならばなぜ私のところへ来ない。うわ、あれはペリアンさん怒るよ。あのおじいさん勇気あるな。遠くの方から来たのかな。見慣れない服装だけど。でもこの船の人、どうして挨拶に行くところを知ってるんだろう。エリアンさんに会ってないってことはラールさんのことだよね。ってそうだ、私もラールさんとこ行かなきゃ。ラールさん。順番に対応しますので一列に並んでいただきたいのですが。うわ、今日は仕事にありつくのは無理かな。ちょっとそこ押さないでください。いいか、そこのお前らは現場直行だ。それからお前は。ナウルさん。おっ、シャリーか。いいところに来た。ところって？
見ての通り今日はてんやわんやでな。サンドランナーの手も借りたいぐらいなんだ。サンドランナーって手ありましたっけ？細かいことはいいんだよ。お前もちょっと頼まれてくれねえか。もちろん喜んで。何、とうとう私の時代がやってきたってわけ。私必要とされちゃってる？それで何をすればいいんでしょうか、組長。外の定期調査に行ってきてくれ。今日はとても手が回らん。通りかかっただけだから。でもすごい力ですね。ほうきで空を飛ぶなんて。まあこのぐらい普通よ。ますますすごい。どんな技を使うと空が飛べるんですか？お願いします師匠、あたしを弟子にしてください。
弟子？私、一応錬金術師なんですけど、まだまだ何もできなくて。でも、一人前になりたいんです。いや、錬金術師って言われても、私は魔法使いで。え、私、やっぱり錬金術の才能ないですか？いや、そういうことじゃなく。じゃあお願いします！何でもします！師匠！師匠？お願いします！弟子入りするならもうこの人しかいないって。この人しかいない？やっぱりダメですか？仕方ないわね。いいわ、面倒見てあげる。本当ですか？やったー！ビバ！あたしの時代！あたしはビルベル。より大きな力を求めてさすらってるの。さすらってる？かっこいい。あんたは？シャルロッテ・エルミナスです。下町で駆け出しの錬金術師をやってます。うん、シャルロッテね。気軽にシャリーって呼んでください。じゃあシャリー、私はちょっと用があるから、また会いましょう。え、修行とかないんですか？そんな浮ついた心で修行したって身につかないわ。まずは頭を冷やしなさい。は、はい、すみません。これからよろしくお願いします。うむ、それじゃまたね。仕事終わりました。おお、シャリーか、よくやったな。おかげで助かったぞ。もう楽勝ですよ。そうか、まあよかったな。今日は帰っていいぞ。いやいや、そこでですね、ラウルの旦那。あ、旦那？私にもっともっとお仕事をください。他にもいろいろやってみたいんです。いきなりそう言われてもな。お前ができそうなことなんて。ちょうどいいじゃないですか、ダウルさん。何がだ？環境調査の仕事はこれからますます必要となりますので、人手があるのは助かります。今回の仕事ぶりも全く問題ありませんでしたし。シャリーさんでしたっけ？あ、はい。簡単なものから彼女に任せてみて。うん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 、そうですよ、組長。正気か？正気かって何？いや、だってお前なあ。大丈夫です、大丈夫ですから。行けますって。行けますだって？おい、どういうつもりだ、ソウル。いえ、このまま彼女に居座られると話の続きができないので、私も困るのです。ここは適当に話を丸めて帰らせるべきかと。ああ、なるほどな。厄介払いだったの？まあ、ソウルがそう言うんなら頼んでみるか。ええ、こちらこそ、シャリーさん。ただし、仕事の評定はそれなりに厳しいので、よろしく頼みますよ。まあ、仕事が欲しいときは俺に言え。適当なやつを見繕ってやる。
では皆さん、お願いします。任せておけ。終わったらキラキラ欲しい。俺たち働く。な、何が始まるの？やったー！ソウルさんってツンケンしてるけど、案外いい人なんじゃないかな。早速母さんに報告しなきゃ。星のミシェル・バーニシャルドって期待の新生錬金少女。ソウルさんって悪い人じゃなさそうだけど、やっぱり緊張する。ま、一応評価は上々だし、様子を見ながら続けていけばいいんじゃないか、シャリー。ええ、そうですね。今、名前を呼ばれた気が。シャリー。え？なんだろう、目が合っちゃった。あれ、今の人たち、あの船のおじいさんと同じような服装だった。どうしたの、ミルカ、こんなとこで。別に、たまにはあんたの家にでも遊びに行こうと思って。珍しいな、用もないのにミルカがうちに来るなんて。用がないと来ちゃいけないほど、あなたの家は高級だったかしら。相変わらずきついこと言うよね。でも今日は大歓迎、報告することもあるんだ。報告？ただいま。あら、シャリーちゃん、お帰りなさい。今日はミルカも遊びに来たんだよ。まあ、こんにちはミルカちゃん、久しぶりね。お邪魔します。で、報告することって何？報告？え、いきなり本題に入っちゃうの？本当に？もったいぶってないで、さっさと言いなさいよ。そんなに聞きたい？仕方ないな。帰るわ。ちょっと待って、言うから、今から言うから。ほほん、実は。さすがシャリーちゃんね、その調子でラウルさんの右腕を目指すのよ。さすがにそれは無理かもしんないけどね。大丈夫よ、シャリーちゃんなら毎日24時間働ける。すぐに偉くなれるわ。そうかな。おばさん、それ死ぬわ。だけど、いろんな仕事を任せてもらえるならやっぱり嬉しいな。そうね、今までコツコツと続けてきた努力が実を結んだのよ。よかったわね、シャル。そうだ、仕事で困ったら声をかけて。え、いいの？うん、仕事が増えたなら手伝えることもあると思うから。ありがとう、ミルカ。それに、
あんたの師匠っていう人も気になるし。え？ミルカが気にするようなことじゃないよ。気にするのは私の勝手。あんたの都合はどうでもいいの。何それ？ミルカちゃんは相変わらずズバッと理不尽なことを言うわね。とにかく町の外に行くときは声をかけて。それじゃ。え、もう帰るの？ミルカってば何しに来たんだろう。ミルカちゃんはいいお友達ね。ねえ、シャルロッテ。え？あなたはきっと何だってできる。私の娘なんですもの。だから。母さん？必ず見つけてちょうだい。あなたが心からやりたいと思えることを。うん。どうしたの？その報告です。中央から来たお役人さんからもっといろいろ仕事を頼みたいって言われて。お役人さん？ああ、ソウルのことね。ソウルさんと知り合いなんですか？さすが師匠。いや、まあ。それでどうしてわざわざ私に報告に？私、今まで毎日その日暮らしで目標とか目的とか全然なかったんです。でもやっぱりそういうのを考えなきゃって思って、その相談に。なるほどね。確かに目標を立てるのは大事なことよね。そういえばウィルベル師匠にも目標とかってあるんですか？一人前になることよ。何を？さすが師匠。師匠になっても一人前になることが目標なんて、やっぱりすごいですね。はあ？あのね、師匠になったのはその場の流れで。私、まずきちんとまとまったお金を稼ぎたいんです。それで母さんをもっと楽にさせて、それから。親孝行はいいと思うけど、あんたってそんなに稼げるほどの能力は持ってるの？そのために錬金術の修行をしようと思って師匠に弟子入りしたんじゃないですか。ああ、そうだったの。まあ頑張りなさいよ。あんまり深いことは考えないで何かしら作り続けなさい。そうすればそのうち錬金術なんて上手くなるんだから。そのうち？本当ですか？安心しなさいって。あたしもできることは協力するわ。そう言ってもらえるのを期待してたんです。でも。何？何でもありません。私、お金を稼いで、その後、何をしたいの？はいはい、そこのお兄さん、お姉さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。珍しいものが揃ってますよ。お、見たことない出店がある。カトラの店に目をつけるとはお目が高い。いや、別に目をつけたわけじゃないけど。前からここで店開いてたっけ？おう、よくぞ聞いてくれました。実は貧しさのあまり両親に捨てられ、なんとか行商で身を立てようとこうして旅から旅へと行く身の上でして。そうなんだ。
年くらいだよね。この町、貧富の差が激しいから大変でしょう。それはむしろうってつけ。うちではお求めやすいものから高級品まで、珍しいものや掘り出し物をいろいろ扱ってますからね。頑張ってるんだな。私、一応錬金術師なんだけど、じゃあ何か見ていこうかな。ほほう、錬金術師さんでしたか。道理で聡明そうな方だと思いました。やだな、そんなこと誰にも言われたことないよ。まあまあ、どうぞどうぞ。